どうもカラスの爪団総統です。ホラーゲーム企画カラスの爪第67弾はこちらのゲーム、スレンディータビーズ 2D よいしょー。ということで、伝説のホラーゲーム伝説は大げさか、俺がちょっとホラーゲームの中でちょっとなんだろうな、世の中に少し爪痕を残したいと言ってもいいんじゃないかな、スレンディータビーズっていうね、テレタニーズが題材となっているホラーゲームがあるんですけども、そちらの実況を今まで3作品してきたんですね。スレンディータビーズ1、2、3と。で、3でも完全に俺は完結したと思ってたんだよ。で、最近たまたまちょっと探したらスレンディータビーズの 2D バージョンがあるっていうね、今回この実況をしてみようということで、いやまさかの 2D いやどんだけこれシリーズあるねんっていうみたいな感じなんですけども、今回はね早速シングルプレイヤーでやっていきたいと思います。でね、これシングルプレイマップがまたいっぱいあるんだよこのスレンディータビーズシリーズはなんだろうね、作者の愛がすごいよね。もうとにかくね、マップが豊富、すごい豊富で、やっぱり全部はやりきれないなというところで、ということで今回もねルールを設けていきたいと思います。やっぱ全部はやりきれないと思うので、高評価数が50以上だった場合、またね違うマップをやっていくというシステムで今回もいきたいと思います。とりあえず今回はこれかな、多分一番オーソドックスな、紫のやつが襲ってくるヒャーいうやつだね。ルールとしてはカスタードを10個集めるといった感じみたいですね。あ、これ何調整できんの？カスタード数増やせる。いや10でいこう一番オーソドックスなやつでいきましょう。ということでスタートゲーム。あ、来たー。あ、懐かしい。久々。操作方法としては普通だね。あ、なるほど、マウスで位置を移動してって。あー懐かしいな。これでもマップがそんな変わらないはずだからって考えるならば、なんか海岸みたいな場所とかがあったんだよね。そういうところに黄色のテレタビーズが死んでるっていう姿とか確かあったと思うんだよな。右の方じゃなかったかな。ちょっとそっち行ってみようか。カスタードこれでも10個集めるって結構大変だったんだよね。前のシリーズもかなり死んで死んで死にまくって、それでようやくクリアしたんだよな。で、いつ奴がやってくるのか。あ、やっぱ海岸っぽい。砂浜っぽいとこ来たな。ってことは、あ、ほら、やっぱそうだ。うわ、完全にこれ 3D のやつ一緒だね。ってことは、この辺にカスタードあるんじゃない？どっかあるかと思うんだよな。水の中は入れないんだもんね。多分ね、紫のテレタビーズは、相変わらずずっと俺をつけてきてると思うので、いつ来てもおかしくないんだよね。怖いな。あった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 よし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 、いいよいいよいいよ久々だな。これ BGM も変わってませんね。なんだかんだでこのゲーム結構好きだからななんでこんなマニアックなゲームを俺はシリーズ化しまくってるのかっていう話なんですけどもね。あ、こっちで崖か。思いのほか来ないね。ずっと真後ろつけられてるイメージが強かったんだけど、こうやっぱこう 3D から 2D に変わったことによって、俯瞰でこうね上から見てるっていうのがまたちょっと違った感じだよね。上の方に、あ、あ、あった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 。あ、そっか、こういう道なりに行けば、意外とあるんだよな。で、木が倒れたりする演出とかあったんだよな、確かな。じゃ、こっち方向かな。ここが二手に分かれてる道。下に行って、あ、一個一個。オッケーオッケーオッケー。これで三つかな？あ、四つか。四つかな？残り六個かな？じゃ、今度こっち側行ってみるか。あー、来た！赤のテレタビーズが死んでる。うわぁ。すげぇ！再現度高ぇ！すごいよね。だってさ、2D と 3D で全く違う別物じゃないですか。それなのにさ、こんだけこう再現度を高くしていくっていうのも、どれだけ愛が溢れてるんだよって話だけども。あったあったあった。研究施設ありましたね。ああああ。うわ、懐かしい。あ、すげぇ！あ、こういう感じになってんだ。ってことは、ここから中に入れるわけだな。で、ここに、緑のやつが確か死んでなかったっけ？ベッドがあって、ああ、そう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 。もうなんか、やっぱ、こんだけ何回もシリーズやってると、マップ覚えてくるね。中に1個あって、オッケーオッケーオッケー。これで残り4つかな？で、今、外にもあったもんね。ここの奥。これ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 。オッケーオッケーオッケー。順調だね。あいつに今んところ出くわしてないけど、残り3つか。余裕なんじゃないの？これね。
やっぱこうスレンディータビー使いの、プロみたいなねスレンディータビー使いってなんだかよくわかんないけど、プロみたいな立ち位置目指していきたいですよね。これね、頑張っていきましょう。余裕余裕、あと1個あと1個。じゃ今度こっちか。あった、最後の1個見つかりましたね。結局あいつに出くわしてないんだよな。ちょっと待ってみるか。これいつものリー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 っていう煽るやつあいつに出くわしたいよな、紫のやつに。どっから来るんだろう。多分こう待ってれば来るんだよね。それとも取った後にあいつが暴走しだすか。いや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 、そんなことはないでしょ。来ないね、本当に。え、帰って怖くね。来ない、紫のあいつ来ない。なんで、え、嘘。なんで、あー、いけ、あ、びっくりした、びっくりしたびっくりした、取ったいや死ぬかと思った一瞬。うわー、あんな感じで出てくんだ。まあ、これはこれでびっくりするね。今めちゃめちゃ鳥肌立ったわ。びっくりした、あんな突然来るんだということで、もう一試合いきましょうか。じゃあ次、この赤のちょっとでかいやつが襲ってくるみたいですね。カスタードはまあ10個でいいかな。スタート。あ、なんか赤で塞がれてる。あ、塞がれてはいない。わかりやすくなってるのか。ちょっと迷路チックになってるわけだな。ってことはこれ追い詰められたらやばいやつだ。オッケーオッケー。え、でもあんな感じでさっき突然さ紫のやつ来たじゃん。え、 2D だとまたちょっと違う恐怖感あるねこれね。俺あんまりさ 2D のホラーゲームって実況してないじゃないですか。あんまり好きじゃないっていうのもあるんだけどだからよっぽどこういうねスレンディータビーズみたいなシリーズとかで めちゃめちゃハマっちゃったよみたいなやつじゃない限りはなかなかやる気になれないんだけども。うわ、これは迷路だな。複雑だな。さっきのあの草原とはまたちょっと違うな。で、プラスで、マップがわからないっていうところね。あー、ここは、こっちか。はいはいはい。あ、でも順調じゃない？順調じゃない？いい感じいい感じ。左エリア結構制圧してきた感じだよね。で、そこが行き止まりのところで、元の位置にここから戻っていける感じか？あ、だね。なるほどなるほど。ってことは逆に、いや、戻ると危ないな、多分な。戻ると危ないから、しっかりと、前進を常に進んで、前進を常に進んでって、ジャパニーズとしておかしい。あー、来てる来てる来てる今回はちゃんと来てるぞ。ちゃんと来てる。いたよね、だってね。言ってたもんね。あ、ほらほら、いる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 。右下、いますね。距離感測ってんのかな、あいつ。怖、反対側行こう。で、こっちから、カスタード1個ゲッチュ。残り4つ。これで大回りで行けるマップだったらいいな。これがさ、こう行き止まりみたいな感じになってると結構やばいんだけど。よし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 、いいじゃん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 。あいつどこにいんだろう。これ行った先にいたらやだな。あっ、いるいるいるあっち貼られてるね、マークされてますね。ってことはどっちから行こう。そこだろ、そこにいるんだもんな。こっち行く、こっち行く、こっち行く、オッケーオッケーオッケー。よし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 、ほら、いい、いいね、いい距離感保ってるね。で、こっちか、こっちかな。オッケー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 。どうしようかな、下はまだ行ってないから下行ってみようか。あと右上あたりとかもまだ行ってないから。あったあったあった、1個1個。いいよいいよ、うまいうまいうまい、いいよいいよ。あと3つ、あと3つは多分2つぐらいはさ上にありそうだよね。お、オッケーオッケーオッケー。これで残り2つ。よし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 。ここの広い場所にはないと。ってことは俺の勘は右上にあると言っている。あー、ちょっと待って、やばい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 、助けて助けて助けて、あぶね、あ、やばい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 、あいつ速度速くなる。ちょっと角を使わないといけないんだ。やばいやばいやばい、マジでやばいマジでやばい。直線やばい、やばいんじゃない。上上上上、これ行き止まりになったらやばいよ。よかったよかったよかった。危ね危ね危ね。
あ、来た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 。ライト当てると危ないのか。ライト当てると余計気づかれそうな感じ。あ、そんなこともないな、そんなこともない、そんなこともない。突然急に一回スピードを上げてくるときある、あいつ。あ、ここやばい気がする。直線だ、直線だぞ。よし、あと一個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 、頼む、あ、頼む、こっち方向にあってくれ。あ、じゃあ、うーんとか言われて距離詰められると厳しい。あ、来てる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 、ガンガン来てる。こっちこっちこっち、あったあったあった、あと一個。よし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 。ここで、ここで煽る、煽る、煽ってからの、よし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 、オッケーオッケー、やりました。この曲がまたいいね、このね、クリアした後のね、この名曲ですよ。はい、ということで、どうしようかな。うん、今回はこれで区切ろうかな。もう一度言いますが、高評価がもし50以上だったら、スレンディータビーズ 2D、まさかのパート2がやってきますので、よかったら皆さん高評価ボタンお願いいたします。ということで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。